今回は無職転生の2期第11話を完了した人の反応を紹介します。この子ドスケベじゃない？気づいてしまったのね。危険が多く死が近いせいもあってか、サラもそうだったけど、性欲をあまり隠さない無職女性陣の中でも頭一つ二つ飛び抜けてるムラムラ白エルフだからね。ルーデウス限定ってとこで一応低粛ってカテゴリーに入るんだけど、それを踏まえてみてもやる気満々のお人だという感想が湧いてくる。今日は特に早かった。これで B パートでたった立たないの話するかと思ってたらエンディングで驚愕したわ。映像化されて改めて実感する回りくどさ、とてもラブコメしてますわ。しかしあののろけ具合からしてこの白ママってやっぱりドスケベでは？ウェブ版だとこの作戦に行くまでも迷走してるからな。しかもこの直後にゴールインできたわけでもないっていう。私は誤解していた。シルフィワルディにいろんなプレイを仕込まれてドスケベになったのだと。しかし理想の夫婦生活を妄想でのろけるほど、元からスケベだったのだ。無影響転校操作を何気なくやってる指定やばすぎる。杖なしのルディがケロッとしてて、杖ありのシルフィが目に見えて疲れてたよね。地味に魔力総量の差の描写なのかな？そうだね。あと傲慢なる水流王くんがないと、普通にルディはレジストしてたぐらいなんで、ここがあの杖の最大の活躍になります。また見せ場はあるから。ルディの魔力総量だと杖のブーストとか誤差だからね。てか杖が耐えられない。シルフィも王級相当の魔力総量のはずなんだけどね。普通なら魔力だと足りなくて杖で魔力を数倍にブーストして、ようやく請求王級に手が届くから杖ってめちゃくちゃ重要なんだけど、ルディの場合その数倍数十倍の魔力をポンポン出せるから魔力を増幅させる意味がほとんどないんだよね。そしてルディの魔力でも増幅しないと足りなくなるような魔法なんて、推定神級の時間転移魔法くらいしか存在しないので、傲慢なる水流王さんは来期ボス戦で活躍してるはずだから、裸の背中を見ると髪型もあってだいぶパウロに似てきたなと感じるルディ。ルディを金で買う、ねえ。以前奴隷市場に行ってたからより妄想がはかどったのかな？ここまでのシルフィは耳と島妄想エルフ。ドスケベ白エルフの本領はここからよ。妄想してくねくねするフィッツ先輩を見て既視感が、家族のためなら空飛ぶ城ぐらい落として見せかねないんだよなこの男。守るべきものがないと覚悟決められないけど、覚悟完了すると列強に手が届くくらいとんでもないことやるやつだからな。10はこの気持ち、11はあなたへ、12は伝えたい。ドスケベエルフの血は争えない。ケツが思ったよりエッチだったわ。フィッツ先輩のためなら空飛ぶ城だって落としてみせるとか、多分兄折りのセリフを言い出すが後々の展開考えたら最高のセリフだと思う。今から言うのは早すぎるのはわかってるが3期早く見てよ。ルディはたまに下品になるから子供の数は何人がいい？なんて聞いてくるかもしれない。そしたら僕も下品になってルディったら僕に何人産ませたいの？なんて聞き返して、ルディは薬と笑ってたくさんかななんて言って僕の衣服を脱がせて、そしたら僕もくすって笑ってじゃあたくさんしてねなんて言っちゃって、ここだけ声に出してたんだな。妄想を話すシルフィのくねくね加減と普段のギャップがルディとそっくりだった。やっぱこいつらくっつく運命だったんやなって。これまでの二人の学校生活は故郷で過ごした幼少期の続きなんだって思えた。今週で転移災害より前、ルディが家庭教師になる前の家族もシルフィもいた優しい時間に戻ったかのようだった。今回わかったこと、シルフィのエッチは対面罪。割とこれ理不尽なんだよね。シルフィの髪の色はルーデウスからしたら緑だから気づくわけないから、ルークたちにはボロクソ言われてるけど気づくわけないやろってなる。なんなら断層とかを隠してるのもさらに無理だろ案件。つまりルークがルーデウスをボロクソに言うのはシルフィが原因ってことだな。入学当時にルーデウスに割と突っかかるような態度だった理由の半分はそれ。あとシルフィの話がそれなりに事実としても、5歳で請求が使えるようになった無影響魔術師で実質単独で石油を買ったとか、盛りまくったガセを吹聴してる得体の知れないやつだし、強いくせにやたらと卑屈な態度だしで信用できないから、この辺の誤解はバーディ陛下と決闘するまでは解けない。アニメ版アリエル。それは素敵な話ですね。何言ってんだこいつ。漫画版アリエル。
それは素敵な話ですね。やっべ無理やり脱がすとか興奮する。アニメ版は常識人っぽく見えるが、漫画版の方が変態マゾメスブタースラ貴族であるアリエル様らしさが出てる気がする。これちょっと引いてた感じあって違和感ある。お前そんな清楚じゃないだろ。まあアスラの変態度に言及する理由もないし、描写した後のヘイトコントロールする尺もないし。確かに補足用の尺もないのに株落としまくるわけにもいかないか。まあいずれ社長の前で失禁して化けの皮が剥がれるさ。アニメではアスラ貴族は変態の巣窟って設定には触れずに進めるんだろうな。明確に否定するような表現は入れてこないだろうけど、せいぜいが匂わせる程度で終わらせる気でいると見た。色ごと絡みに熱心くらいの範囲までなら描写されて入るんだけどな。というか設定に深みが出てるといえば出てるけど、単体で描写としてやりやすいかどうかっていうとってやつだしな。雰囲気で出す分にはいいけど、ルル説明するのはちょっとね。令和ではルークとだいぶ下水話で盛り上がってたからどうなんだろ。アリエル様がビルドを渡すエピソードは漫画版だとカットされたけど入れてほしいな。アスラ貴族の変態性と子作りの重要性がよくわかる大切な話。カットといえばシーツカットするやつはカットされそうだな。パンツよりさらに生々しい上にロキシーのやつほど話に関わってこないからな。そういやエンディングのキャスト欄でシルフィエットになってたな。12話ってそういやナエタって話から始まるのか。ナエタ美薬再戦後ろ盾かどこまで行くかな。え、すると10-13章を1クールで。砂漠のシリアス気味な文化が犠牲になりそうで辛いな。なんとか OVA 確保してくれんかね。ペース的には今までも1クール3章やで。ただまあペース配分的にどこか削らないといけない話はあると思う。多分削る筆頭は迷宮探索パートもエリナリーゼとの砂漠越えの時の戦闘シーンじゃないかな。エリスの主要はカットされるかもな。一期シルフ関連のように全部3期にやる可能性はある。2期令和でシルフィの話をやったみたいに3期令和でエリスの話をやりそうだよね。2期にクール目にやっても回収されないから何だったんだって感じになりそうだしな。文化描写したいのが半分、点いつ買ってもなお旅路が長いことを文章の長さで表現したかったのが半分、みたいな感じらしいけど、校舎はアニメだと時間使わなくともなんとかなるからな。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。